今回は黒田兵衛の過去と今後の展開に関わる未回収の謎を紹介していきます。アニメや単行本に含まれない内容があるのでネタバレ注意でお願いしますね。コナンに登場する警視庁の人たちはちょっと残念な人たちが多いけど、警視庁の中ではめちゃくちゃ優秀で、みんなのまとめ役を担っているのが黒田管理官です。初登場の時は長野県警にいて、ラム候補の一人として登場しました。そんな中、ラムは米海ロハズ氏の脇田兼則だと判明。黒田はラムではないことが確定したけど、その後も黒田の正体は謎に包まれていました。それがつい先日の原作で黒田に関する驚きの過去が発覚することに。黒田に関する最新情報と今後の展開にまつわる怪しい伏線を紹介していきましょう。黒田兵衛の正体。黒田はコナンの実力をすぐに見抜いたり、安室さんのことをバーボンと呼ぶなど、数々の怪しいシーンが登場してきました。そんな黒田の正体に関する重要な情報が飛び出したのが、2022年の12月から始まった長編シリーズです。このシリーズは、17年前の未解決事件である羽田浩司事件の真相が明かされる内容、事件に関わっていた若狭ルミ、ラム、そして黒田の当時の動きが明らかになる、大注目の内容でした。羽田浩司とアマンダ・ヒューズを葬ったのがラムだったこと、さらには若狭の正体が事件の重要人物である浅香であり、悪いやつではなかったことなど、数々の新情報が発覚。そして、黒田の正体も判明することになります。17年前、黒田は公安の一員としてアメリカにいて、事件に巻き込まれていました。この時の黒田は、黒の組織の存在やラムに関しての情報はなく、たまたま現場に居合わせたことで事件に関わってしまったのです。黒田は亡くなったアマンダの第一発見者になり、その後にはラムに毒薬を飲まされた直後の変わり果てた姿をした羽田浩司も発見。すると羽田の部屋の奥に隠れていた浅香と対面することになります。浅香は黒田が犯人だと勘違いをしたことで二人のバトルが勃発。黒田がやられてしまうかと思われましたが、一瞬の隙を見て反撃します。そして浅香を気絶させると、事件の事情を聞くためにホテルから連れ出すことにしたのです。ところがそこからかなりヤバい展開に。なんとラムがこの黒田の動きを察知し、手下に命令をして追いかけてきたのです。黒田は組織の連中からなんとか逃げようとしたものの、大事故を起こして意識不明となってしまいました。この17年前の真相が明かされたことで、黒田は公安の関係者ってことが判明。そんな黒田には数々の怪しい謎が残されています。10年以上意識不明の謎。まずは意識不明の謎です。黒田には顔に恐ろしい火傷の跡があり、何かしらの事故に巻き込まれて10年以上も意識不明で、最近仕事に復帰したばかりだとされてきました。ネットの探偵の中には、黒田が意識不明だったのは嘘なんだ、真実はいつも一つって主張する人もいたけど、残念ながら外れてしまいましたね。羽田浩司事件のシリーズによって意識不明になったのは車の事故が原因だってことは分かりましたが、10年間も意識不明だったことには疑問が残るのです。その理由は、伊織無我との関係にあります。伊織無我は、平治を誘惑するセクシー高校生、大岡もみじの執事をしている人物です。平治と付き合いたいもみじの願いを叶えるために、どんな無茶ぶりにも対応する超優秀な執事。そんな伊織は、犯人を一瞬で制圧したりなど、ただの執事とは思えない場面も登場してきました。このように謎に包まれていた伊織は、黒田と知り合いだったことが判明します。コミックスの103巻では、京都が舞台のシリーズでした。小五郎と平治がモデルとなった舞台の打ち合わせがあり、そこには大岡もみじ、さらには黒田も登場。そしてこの回の最後に、黒田と伊織の意味深なシーンが登場することになるのです。黒田は伊織に、榊原と話しかけます。すると伊織は、すみませんが榊原はやめてください。昔の潜入先での偽名で呼ばれると、当時のことを思い出して気がめいります。と答えたのです。このシーンによって、二人はおそらく公安で一緒に仕事をしており、伊織は公安を辞めたことが決定的になりました。でも、妙だな。って思わないでしょうか。黒田はずっと意識不明で、つい最近仕事に復帰したばかり。となると、伊織と一緒に仕事をしていたことがありえなくなってしまうのです。一体黒田はいつ仕事を復帰したのか、また、伊織とはどんな仕事をしていたのか、まだまだ謎が残るけど、一つヒントになりそうなのが、伊織は安室さんと接触をしていたこと。この黒田との会話の中で伊織は安室さんと会っていたことが明かされています。そして安室さんと黒田が進めていると思われるのが、次に紹介する怪しい計画です。安室との大事。黒田に残る最大の謎といえるのが、安室さんと進めている謎の作戦です。
紹介してきたように、黒田は公安の一員であり、アムロさんの上司でもあると思われます。アムロさんをバーボンと呼んでいたことから、黒の組織に潜入していることを知る数少ない人物とも言えるでしょう。そんな黒田とアムロさんは何かしら怪しい計画を立てている動きがあります。コミックスの95巻と96巻では、女性警察官が襲われる恐ろしい事件が勃発。この事件は陰でアムロさんと黒田が連携しており、コナンの協力もあって無事に事件は解決することになりました。この時の2人の会話に注目です。黒田はアムロさんとの電話で、大事だお前だ、余計な火は消しておくに越したことはないからな、と語っています。この大事とは何なのか。黒田とアムロさんは大規模な計画をしており、今後大きな展開が訪れると考えられるのです。では一体何を計画しているのか、なかなか情報も集まらず、もう厄介なんだよって感じだけど、最も有力なのはラムを捕まえる作戦だと考えられます。アムロさんはラムと直接連絡を取れる間柄で、長野の廃教会に行った時には一緒に行動するほどの関係性でした。アムロさんはラムについて上司の黒田にも何かしらの報告をしているものと思われます。原作では黒田とラムが接触するシーンは17年前の羽田浩二事件以来起こっておらず、二人が顔を合わせる時にはかなり大きな展開になるものと考えられるのです。またこの作戦につながると思われる動きもあります。それは諸伏高明との接触です。諸伏高明との接触。諸伏高明は長野県警の超有名な警察官。作中で日本トップの大学である東都大学の法学部を首席で卒業し、その後で長野県警に入りました。弟の諸伏博光は安室さんの幼馴染で、黒の組織のスパイだとバレたことがきっかけで殉職しています。また孔明と安室さんは博光に紹介されて会っていたこともありました。そんな孔明がどう関わってくるのか。実は黒田と安室さんと孔明を仲間に引き入れてラムとのバトルに備えていると考えられるのです。孔明と安室さん、黒田が接触したのは長野の廃教会で起きた事件の時でした。コナンと小五郎は安室さん、さらにはラムこと脇田兼則と一緒に長野にやってきます。すると長野で事件に巻き込まれることに。事件の捜査のために孔明もやってきて、安室さんや脇田とも対面。また現場に行く前にはなぜか黒田から長野県警に電話があって、孔明に何かしら伝えるシーンも登場しています。この時黒田がどうして電話をしたのかは謎とされているけど、考えられるのは安室さんと進める作戦を伝えたこと。優秀な警察官である孔明を仲間に引き入れ、公安が進めるラムをやっつける作戦に招き入れたと考えられます。このように黒田と安室さんが進める謎の計画は、伊織や孔明も巻き込んでかなり壮絶なものになることでしょう。一体どんなバトルが勃発することとなるのか、これから登場する情報をぜひ見逃さないようにしましょうね。今回は黒田兵衛に残る謎について紹介してきました。羽田浩二事件の真相も明かされ、コナンの物語は一気にクライマックスへと近づいていきます。ラムとの大バトル、さらには黒の組織のボスを探る上で黒田はどんな活躍を見せてくれるのか、今後の動きにぜひ注目していきましょう。黒田に残る謎について他にも知っている人がいたらぜひコメントで教えてください。また黒田にまつわる最新情報はこの後紹介する動画で詳しく説明しているので、合わせて見てみてくださいね。今回は黒田兵衛に関する新情報と新たに登場した謎について紹介していきます。アニメや単行本に含まれない内容があるのでネタバレ注意でお願いしますね。黒田はラム候補の一人として登場。キレッキレの頭脳を誇る一方で、恐ろしい顔面から悪者の説もありました。2015年発売のコミックス86巻で登場し、正体は8年近くも謎に包まれていたけど、つい先日の原作では正体がほとんど判明。それと同時にある謎も浮かび上がってきたのです。まずは最新情報をおさらいし、その後で黒田に残る謎をじっくり考察していきましょう。黒田の正体が判明。まずは先日明らかになった黒田の正体についてです。2022年12月から始まった羽田浩二事件の真相に迫る長編シリーズでは、17年前の黒田が回想シーンで登場しました。現在の黒田は警視庁捜査一課の管理官でも、17年前は警察庁警備局警備企画課安室さんと同じ、いわゆるゼロの一員ってことが明かされています。ゼロに所属できるのは警察官の中でもエリート中のエリート。現在の役職は一部で噂されているように、公安のトップである裏理事官の可能性は十分あるでしょう。そんな黒田は17年前、
羽田浩司事件の現場であるアメリカのジュークホテルにいました。イギリスの資産家アマンダ・ヒューズや羽田浩司のことを知っていたものの、この時は黒の組織の存在に気がついている様子はありません。黒の組織の存在は公安でも知らない人がいる、めちゃくちゃ極秘ってことがわかりますね。そんな黒田はアマンダのボディーガードである浅香とも面識がありませんでした。二人が対面したのは羽田浩司が亡くなっていた部屋。浅香は羽田によってかくまわれていて、黒田は事件の騒ぎから羽田の部屋に行ったところ鉢合わせます。すると浅香は黒田が羽田を葬ったと思ったのか攻撃を仕掛けてきて、壮絶なバトルが勃発。黒田が一瞬の隙を見て気絶させ連れて行き、ラムたちから乗っ手を振り切ったことで浅香はなんとか生き延びられたけど、浅香は黒田に恩を感じるどころか未だに因縁が残っているようです。この時黒田は浅香と逃げる最中に事故に遭い、そのまま入院していたことも分かっています。顔の怪我はフェイクで本当は事故に遭っていないんだって主張する探偵さんもいたけど、本当に事故に遭っていたと分かりましたね。また黒田には組織に潜入していた説もあったけど、これも否定される結果に、ラムの手下たちはホテルにいたアマンダのボディーガードを次々とやっつけます。黒田はボディーガードじゃなくて公安だったけど、ついでに狙われることに。でも黒田は敵の攻撃を見事にかわして逆にボッコボコに。黒田がスパイならここまで攻撃をしないだろうし、そもそも狙われることもないので組織に潜入していた説もなさそうです。そんな黒田の正体として最も騒がれていたのが赤井つとむなのではとする説でした。コピもこれまで黒田の赤井つとむ説はたびたび取り上げて天才的な名推理を披露。でも17年前の赤井つとむのシーンが登場し、黒田とは全くの別人だったことから、この説は残念ながら外れてしまいましたね。このように黒田の正体は大体明らかになっている状況。ただ新たな謎も生まれているのです。新たな謎、黒田が公安だったこと、そして10年間入院していたことが明かされて新たな謎が生まれています。それは伊織無我との関係や空白期間の行動です。伊織無我は平治のことが大好きな大岡もみじの執事をしている謎の男。執事なのにとんでもない推理力を持っていて、ある時には敵を一瞬で成敗するなど怪しい場面がたびたび登場しています。そんな伊織と黒田の接点は1090話で明らかになっていました。この回では作中で初めて2人が対面することに。すると2人はかつて同僚だったと思われる会話をします。黒田は伊織のことをかつて使っていた偽名である榊原と呼ぶなど、おそらく公安の任務を行っていたと考えられるシーンも登場。また伊織は黒田の指令によって安室さんと接触していたことも判明しました。このように黒田と伊織はかつて一緒に働いていたことが濃厚です。でも妙だなって思わないでしょうか。黒田はずっと意識不明だったはず。警察病院に入院をしていて、回復後に長野県警にやってきたことが分かっています。となると伊織とはいつ一緒に仕事をしていたのか謎が生まれるのです。この黒田の空白期間の謎に迫っていきましょう。空白期間の嘘、まず考えられる説は空白期間が10年あったのは嘘だということ。17年前の回想では黒田は確かに事故に遭っていて救急車で運ばれていました。そのため事故に遭ったことやかなりの大怪我を負ったことは事実と言えるでしょう。ただ10年間も意識不明だったというのは疑問に残るところ。声をかけても全く反応しないような状態になると数週間で亡くなる確率がかなり上がります。もし本当に10年間も意識不明だったのであれば、起きただけでもめちゃくちゃ奇跡的なことでニュースになってもおかしくないのです。もし10年間意識不明の警察官の意識が戻ったのようなニュースが出ていたのなら、警察オタクのコナンが知らないはずはないでしょう。そうなると何が考えられるのか。それは意識不明ってことにしながら表舞台から姿を消し去り、何かしらの極秘任務を行っていたのではないでしょうか。公安の仕事は超極秘任務で、同じ公安の人たちもお互いの任務は知らないとされています。そのため黒田は黒の組織のようなヤバい組織に潜入し、その任務を隠すために意識不明だったと嘘をついていた可能性は考えられないでしょうか。実際に伊織は榊原の偽名を使って何かしらのスパイ活動をしていたことは確実と言えます。それが黒の組織なのか、それとも他のヤバい組織なのか、今後の情報に期待しましょう。黒田すり替わり説、空白期間の謎についてもう一つ考えられる説があります。それは今も黒田は昏睡状態にあり、今は別人にすり替わっているといった説です。
17年前の黒田は今と同じく背が高いものの髪型や顔は現在とは結構違いました。事故で入院が長かった影響で顔の火傷や髪の毛が白髪になったとはいえ、見比べてみるとかなりの別人のように思えないでしょうか。その理由として考えられるのが、現在の黒田は誰かの成りすましだとする説です。黒田による11年前の回想は何かしらの捜査記録によるイメージで、現在の黒田の記憶ではないこと、また黒田の初登場回には赤井勤につながりそうな赤に関するキーワードやイギリス出身ってことから紅茶党の伏線も登場していました。まあ今さら赤井勤なわけねえだろバロって思う人もいそうだけど、今まで黒田と赤井さんや世良真澄が一緒に登場していないのも妙だなって感じるところ。果たして成りすましってことはありえるのか、それともホピの妄想に終わってしまうのか、ぜひ皆さんの意見をコメントでもらえると嬉しいです。今回は黒田兵衛の正体に関する最新情報と新たに出てきた謎について考察してきました。コナンにとって最も重要とされる羽田浩司事件を知る数少ない人物なのが黒田、また安室さんの上司とも考えられ、今後の黒の組織との戦いではキーマンになることは確実でしょう。10年以上の空白の真相や伊織無方の任務は一体何だったのか、今後の展開にぜひ注目しましょう。他にも黒田に残る謎や空白の期間の謎について名推理をする探偵さんはいますか？いたらぜひコメントで教えてください。